3月9日、日本時間10日に米国フロリダ州マイアミで開催された総合格闘技イベント、UFC299、ノヘビー級マッチにて、ロンドン五輪テコンドー堂のロベリス・デスパイネ、35キューバ、が女子パリ事案、34イコール米国、に秒殺 KO 勝利、華々しい UFC デビューを飾った。 連続 KO だった過去3試合を合わせた4試合合計でわずか37秒と衝撃だ。デスパイネは12年のロンドン五輪で、キューバ代表としてテコンドー 80kg 超級で銅メダルを獲得している実力者だ。アメリカに移住し22年6月に MMA デビューすると初回 TKO 勝利。今年6月の2戦目ではわずか12秒、3戦目は3秒。 そして UFC 契約を勝ち取った4戦目は4秒でフィニッシュした。デビュー戦相手のパリジアンは20年から UFC に参戦するベテラン。キャリア15勝のうち 11KO を誇るハードパンチャーだ。試合は開始すぐ、身長2メートルリーチ221センチメートルのデスパイネが両手を大きく広げながらノーガードで前進。得意のミニハイキックを放つもバランスを崩し尻餅をつく。 チャンスとばかりにパリジアンが追い足でパンチ連打を仕掛けたが、デスパイネはバックステップしながらミニカウンター。パリジアンがダウンし、デスパイネが追撃のパウンドを落とすと、レフェリーがすぐに試合を止めた。MIMG UFC2993 月10日日本時間米国フロリダ州マイアミカセヤセンター下向き黒三角ヘビー級マッチショーシャロベリスデスパイネ キューバ、KOOR18 秒、ミニカウンター、黒丸女子パリ事案、米国。